今日の主役はコウキです。悪くない悪くない、すごく悪くないよ。いいよ、右側はあえてもろくする、あえてもろくする。で、左側の攻めを通しやすくする。これキングダムで学んだから俺。はい、どうも皆さん、トレアリステレスです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということでね、相も変わらず PFT をやっていきます。まあ正直お正月とか年末年始、クリスマス、バレンタイン、ゴールデンウィークなどなど何も変わらず生活してるので何も変わった気がしないわ今のところ。2023年が2024年になったという事実だけが俺の中に残ってる。クラウドダイバーで今回もやっていきますよ。最初のヘッドライナー縛り。さあこの後ね、何が出るよ。おー、8ビット後期。了解了解、8ビット後期ね。ってなるとこいつ、今日の主役はこいつですね。後期だね、今日の主役は後期です。ガーディアン8ビット。エッジロードラピュアセンチだもんね。まあ、にしてもカタリナ多分使わない気するが、あ、センチネル。あ、ガレン・リベン。イブリン・星2か。うわ、センチの方が強いか。センチネル。と、またもね、勝ち進行をしないとね、話にならないわけですよ。ヘッドライナー、トロ縛りだと。まあまあ、でも後期だったら、多分いけるとは思う。いける気はする。これ、イブリン、どうしよっかな。センチ。イブリン取るだけ取るか。リカーブ、ベルト、涙、リデンプション。わあ、どうしよっかな。今んとこハートスティールの加算手がいるぐらいか。リリアね、パンク、どうしようかな。オムリバンプは一旦良くて、わ、投資利益ね、安定感。でもヒーリングオーブは序盤強いのよ、感覚ね。400-450ってめっちゃでかいんだよ。いや、わあ、序盤勝ちに行くわ、ヒーリングオーブで。あんま普段取んないんだけどね。ちょっと待ってね。センチセンチ。スーパーファン。イブリン一旦ごめん。イブリンじゃねえや。懸念一旦ごめん。で、リカーブだけ持たそう。で、ベルト、ベルト、ベルトモルデ。で、涙イブリンにでも持たすわ。わ、すんごいセンチネルだけ残して、進行してるね。で、一旦まあこんな感じで後期で進行して、今回8ビット側なんだよ。8ビット側ということは、8ビットを序盤から貯めていけるのね、この報酬を。ってなると、後も8ビットを繋いじゃった方が良さそうな気がするんだよね。まあもう全く違う構成いくよりかは、8ビットの溜まった攻撃力スタックを使った方がいい気がするので、まあラピ、まあケイトリン、ガレン、リベン、まあ、この辺はちょっと押さえていこうか。で、スーパーファンを採用する形が悪くなく、ビッグショット、ラピファ、ラピファがね必要なんだよね。ラピファ、あー、これあれか。ルシアンと MF とかで、これでもいいんだよな。こういう構成でもいいんだよね。一旦まあこの辺、今出してる球体ら辺をちょっと、使う気持ちでいこうか。一旦こういきます。まあ最悪もう MF
MF がヘッドライナーとかでもいいかもね。わあ、勝ちてーからレベル上げてー。センチセンチ。スーパーファン。わあ、さっきの懸念。まあいいか。ジャックスって、でもうワンでスーパーファンが発動だもんね。まあ、一旦こんなもんか。で、勝ち。ああ、でも、オラフがちょっと強いぐらいだけど。でもまあ、一旦勝てそうなんじゃないかな、どこでも。そう、ここでね、皆さんにね、お知らせというか、報告というか、YouTube の収益化の条件でですね、皆さん知ってます？これね、チャンネル登録者数が1000人と、公開動画の再生時間が4000時間か、ショートが、1000万回再生みたいな。今、ショートでも動画でもいいよみたいな条件があるんだけど、後者のですね、ちょっと待ってね、アイテム考えるか。ガレン、ラストウィスパーのこのガレンは良くて、次、時点ロット。ロットでグインスを作れる後期か、ジャイスレか、それかもうサンファイアを作れるジャック、サンファイアか、サンファイアだな。ロットはまあ、まあタンク系、まあ精進、ラスウィス。これでサンファイアだけ作りたいかなっていう感じで、これでいくか。そう、それでね、後者の、動画の総再生時間、4000時間がですね、なんとありがたいことに、じゃあ突破したわけですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、見てくれてるみんながいないと始まらない話なんで、これに関しては本当にありがとうございますと言わせていただきます。で、まあ、前者のね、チャンネル登録者数1000人、多いなーと思ってね、130人くらいなんですよ、今。で、1個の条件は満たしてて、チャンネル登録者数さえ増えれば、まあ、やりたいこととか、夢とかね、難しいんだけど、YouTube でお金を稼いで生きていくことができるようになるかもしれないですね。この、まあ、毎日頑張って投稿してる回あってか、レベル上げよう。で、まあ、見てくれてるね、皆さんに、そこを一つ、もう一つ、お願い。そして、よろしければ、チャンネル登録もね、してくれればね、嬉しいなと思っております。まあ、別にもう、見てもらってるだけで、十分だろう。で、思ったりもする。正直ね。好きにゲームやってるだけでさ、見てくれてる人がいるっていうのはすごくありがたくて、なんか見てくれてる人がいるから、あ、今日も頑張って動画作ろうって思えるのよ。ちょっと楽しくない時期とかでもね。なんで、すごく動力になっておりますので、さらに欲張りなお願いとして、よければね、チャンネル登録してくれれば、ありがたいなと思います。おー、8ビット。ということでね、今日も頑張っていきますんで、よろしければお願いしますね。すいませんね、こんなわがままで。一旦盤面強そうな感じするね。KDA 出て、スーパーファン出て。トゥルーはね、生かさないかな。セナがトゥルーラピファで使えそうではあるんだが。おー、エッジロード。エッジロード、すんごいエッジロード寄ってくるな。こうしとくか。涙かー。涙、ブルーバフをさ、なんていうの、ケイトリンにつけていいか悩むのよ。
超人は、モッシャーエッジロード、ちょっと待ってね、これね、混乱回復装置の可能性があるから一応持っておく。この利子1円よりかはちょっと混乱回復装置のワンチャンを見たいのでちょっと取っとくわ。でさあ、ブルーバフか、超人？ブルーバフか超人なんだよ。で、超人をいつもケイトリンには持たせるようにしてるんだけど、どうだろうなと思って。ブルーバフで強そうであるのか、超人の方がやっぱり強いのか、悩ましい。まあでもブルーバフさ、AD 乗るようになったんだよ、攻撃力が。持たせてもいい気するよね、正直。正直。正直。なんで、まあちょっと、ありかもしれん。さあさあさあ、勝ち進行ができてますよと。わあ、銀のベールすごく良くて、すごく良くて、吸血鬼ね、これあんまり、なんか、いいじゃないんだよな。でもオムニバンプで行ったらめっちゃ強いんだけど、負け進行してたら、調整ができるんだよ、HP の。これができないのが、勝ち進行だと難しいかな。何取った？ガレン、ガレン持ってから。傷薬は一旦見送る。猛攻撃な、サンファイア作ったんだよな。銀のベールでいっかな。銀のベールにしよう。で、混乱回復装置がなかったから、もうこれはいい、よくて。まあ、こんなもんだな。アフェいらなそうだな。そう、サンファイアをね、もうすでに作ったから、猛攻撃取んなくていいかなって思ったんだよね。で、銀のベールが CC 一回無効にしてくれるから、かなり美味しくて、好き好んで使ってます。まあまあ、勝てそうなんじゃない？いいね。ヒーリングオーブのね、回復量がね、これ割合というか、実数値だから、序盤ってこのレリアとか、星1だと 600HP なわけよ。まあ、これで言ったら 75% 回復するわけだからね。450。ただまあ、レイトゲームというかスケール、もう HP がみんな3000とか超えてくるような場面だと、まあ逆に、6分の1？今4分の3なのが6分の1とかまでになっちゃうから、まあ序盤強いよねって感じなんだよね、やっぱ。中盤強いかと言われると、って感じ。まあでも序盤勝ち進行したい人にはおすすめかもね、もしかしたら。俺なんか特にそう。あんま取んないんだけど、いつも。いいね。そう、行動妨害無効がね、強いのよ。ヒーリングオーブもまだまだ大活躍。ほら、HP のまあ半分、40% ぐらいは回復するわけだから、強いのよ。これ結構まあまあまあ、序盤の勝ち進行で言えばかなりいい。BF か、グローブ取って、ラストウィスパーか、超人作りたいんだけど、どうだろう。この人ハートスティール行くんだよな。何が余った？何が余った？ネガトロンとロット？わー、ロット、ネガトロン。悩んだ。MF、ビッグショット。あ、ビッグショット発動するか。どうしよっかな。ここでいつも悩むんだよね。レベル7上げるのか。あ？なんだ？このまんま利子取って、勝てるとこまで勝つでいくのか。すごいいつも悩むんよな。ネガトロンつけて、涙、一旦でもね、この辺のスーパーファンたちは採用してもいいかなーって思ってて。
ジャズを発動させれば、センチネル、ガーディアン、スーパーファンみたいな。結構ジャズが乗るんだよね。スーパーファン構成って。スーパーファン構成、スーパーファン構築。うん、まあどっちでもいいんだけど。そう、このね、クラウドダイバーの妨害、スタンを無効にできると。いいね、いいね、いいね。まあでも順調な進みではあるな。エズ、ハートスティール。どうしよう。ビッグショット。次どこだ？アーリ。オラフすごい。いやー、あげるわ。で、エズだけ出して、ビッグショット発動。で、リリア多分いらない。で、涙持たすか。いや、多分これで勝てるんじゃないか？どこ来ても。なんか、滑舌が悪い、今日。なんか最近ずっと言ってるな。ああ、セナね。トゥルー側のセナ。でも結構スケール苦しそうだけどな。ああ、でもセナが星3になんのか。ホガちゃんで。作りやすそう。今、レベル6で利子がない状態って結構苦しいんだよね。多分。相手的にはね。まあでも、セナの星さんができるなら、しばらく勝てそうだもんな。まあまあまあ、どうなるか見とこ。まあ、こういう相手からも情報を取る。情報を取る。8ビット。いやー、利便をさ、8ビット側でさ、ケイト引いた場合さ、利便採用するか悩むんだよな、いつも。いや、いっか。モルで打って、我々のフロントって誰？ガレン、リリア？ガレン、リリア、ケネンに行こうか。フロントの枚数がちょっと少ないから、おお、これで精進作れるな。ガレンいいね。ガレンとかをね、ちゃんとしっかりめに固くしといてあげたいんだよね。でも、センチネルアーリとかいると、ガレン持ってかれちゃうんだよ。あ、まあ、1体か、まだ。待ってね、サンファイア。じゃあ、ガレンを重ねる想定で、精進一旦持たして、ジャイスレ、最悪ジャイスレでいい。ガゴスト作ってもいいかな。ガゴスト作ろっか。どうしよう。メインフロント、メインタンクはちょっともうガレン、に頼りっきりになるから頑張ってもらおう。サンファイアあるとはいえこのオラフなちょっとだるいな。まあそろそろ負け始める頃かなの時期ではあったから、まあいいか。まあ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 いいでしょう。で、次のオーグメントが何出るか。金、銀と来て、まあ、金っぽいか？あ、金だね。ガーディアン。ガーディアンか。微妙です。ヘビーヒッター。アップリンク、サイバネティック。伝染病いいな。伝染病いいな。ちょっと待って、伝染病いいな。伝染病大好きおじさんだからね。若干24歳。まあ、でも。ハートスティール。アーリ。まあ、猛攻撃じゃねえや。なんだっけ。伝染病だな。わ、すんごい瀬戸。レベルを。まあ、多分次もおそらく負けるんじゃないかな。エズいらんか。精進。後期に持たそう。うわぁ、どうだろう。負ける気はするんだけどな。どうだろうな。そろそろヒーリングオーブの450実数値回復が美味しくなくなってくる頃。そうね、苦しいね。すんごい南国。いいね。行ってみたいけどね。
ちなみに行ったことはないね。沖縄とかハワイとか。イベン、8ビット4にしちゃうか。でイブリンがいらんよね。イブリンが多分いらないよね。こうするか。そう、ガゴスト持った。まあこんなもんか。ガゴスト持ったガレンにフォーカスを受けてもらいたいんだけど、ガレンがまだ柔らかい。超人1、追加で5獲得。1回のオートアタックで15回復するのか。あー、あかりちょっとだるい。あーりね。あかりちょっとだるいなー。いや、負けるとは思いますよ。勝つのか？どうなんだ？あー、まあ負けるか。チャーム痛えもんな。痛え！痛えんだよ、チャームが。で、そろそろ後期の出番が、ありがとうだね。そろそろ後期もうありがとうかも。ジンか、ビッグショット。いやー、MF。アイテムをね、持たせらんない気すんだよな、ジン。いたとてね。ラストウィスパー。いやー、グローブ持ってかれた。AP。じゃあベルトだ。ベルト？ベストか。いつも間違えちゃう。わあ、ケインねー。影の中からスポットライト。まあ、7までボーナスがいってるから、ケイトリンのダメージ結構高いんよ、もう多分ね。で、今んとこは一人いんのか。一人？まあでも使うとして、いやでもハートスティールセンチネル。使うとしたらこの人ぐらいか。AD。AD なんちゃらの人。で、もうアフェ取ってて、次か次の次で、ホーキー打って、ケイトリン引きに行こうかな。ああ、勝てるなら、まあまあいいよ。連敗ボーナスそんな多分。何連敗 ?7、8連敗とかできないから。この、なんだ。このラウンドで。4ラウンド目。4ステージ目。アフェいらないよね。なんで俺持ってんだ。レベル9。見る？これを今、ヘイトリンが8ビット側だったら、リベンがいらなくなるのよ。で、これで8ビットが4になって、っていうことができるんだけど、アフェじゃねえ、なんだ、背中。で、ラピファ側で引いた場合、ヘイトリンを。ルシアン、ルシアンとテナを入れてもいいんだよね。いやでもどうだろうな、まあ、正直後期のビッグショットに関してはそんなに発動しなくていいんだ。フルーかジャズかラピファの紋章とかあったらすごく嬉しかったんだけどね。まあ8ビットでも悪かねえのか。で、ジャズと8ビットに関しては、ヘラがあれば作れる紋章ではあったから。あ、これ。ちょっと待ってね。剣いらねえ。背中、背中最悪使うかも。レベル9にする？どうする？お金稼ぐオーグメント今回取れてなくて、レベル8でオールインした方がいい気するな。いや、でも、ルシアンを採用するなら、レベル9いって、気持ちもある。どっちにしよう。グローブが欲しいんだ俺。グローブがラスウィス欲しいんだ。あー、いや、レベル上げようか。で、使
次71あるから、まあまだ余裕ある。で8ビット7、まあまあまあ悪くはないね。ガレンのアイテム、ジャイスレ IE 精進はどうしようね。ラストウィスパー欲しいんだけどな。伝染病あるとないいのかな。伝染病プラスラストウィスパーですごいフロントから溶かしてくれるみたいなことが起きてもおかしくない。おかしくない、起きてほしい。これはなんだ、スーパーファンクラウドダイバーなのか。とこの人クラウドダイバースーパーファン KDA、 うーん、この人がケイトリンを必要としてるかどうかなんだよな。ワンチャン 2% のワンチャン 2% のルシアンにかけてもいい。まあでも後期が頑張ってくれたよ。これあげるか、引きに行こう。まあ何でもいいや、適当に出す。ガレンはポッピー、おー、ラピファいますってなりますと、8ビット後期がもう1必要。待って、精進、いやー、あれが欲しかったのよ、グローブが、ラストウィスパーが欲しくて。涙精進何がいいの。涙 IE ガードブレイカー、ジャイスレ、まあジャイスレでダメージかさ増しするとしたら、まあフロントアイテムか、こうだな。でホイでこのバードを、ルシアンにしてラピファ4、8ビット4の形にしようか。いやでもそれって足りないんだっけ、あれ、ビッグショット、ガレン MF、 ガレンリベンはもういいかな、リベンはもういいかな。ちょっと待ってね、これルシアンでなくね。でケイトリンがね、誰だっけ、これか、あ、使ってないのか。じゃあワンチャン集めれるな。そうそうそう、このね、このゲームのピックプールは、ジャイスレつけます。なんだっけ、この TFT のね、ピックプール、なんていうの、そのレベル4、コスト4は10体まで、でコスト5が9体までね。覚えてね、みんなね、これね、これ大事な知識だよ。ってなると、まあ、なんとか集まるかもしれぬ。8ビットさー。うわー、ルシアンめっちゃ欲しい。待って、IE 持ったルシアンめっちゃすごくいいぞ。めっちゃすごくいい。8ビットの紋章も悪かーないな。え、どうしようどうしようどうしよう。どっちにしようどっちにしよう。8ビット悪くないんだよな。どうしようどうしようどうしよう。俺が取ったね。うん、じゃあルシアン。ジャズで、ラピファ4、ビッグショット、エッジロード、ラピファ、8ビットな、これさ、もう構成の限界値が今見えてて、こうするでしょ？まあ、IE でも持ってもらって、まあ、端っこ行っといて、こうして、後期か。8がもう多分無理だ。あれは？ガレン。あ、いいね。そうそうそう、ガレン来た。プロチカ。プロテクターの誓い。涙。いや、精進で、もうワンガゴスト。間に合ったのか？いや、でも、アーリーのダメージ耐えれる？ガレン。どう？おー、結構耐えてる？結構耐えてる？あ、結構耐えてんじゃん。お、すごい、結構耐えてるわ、ガレン。偉いねー。何がいらん？今んとこ、後期がいない、ペナサイオンになってんのか。ビッグショット、MF、ジャズでもねー。
これジャズがさ、10% の増加体力、7% の追加ダメージで悪くないんよ。8ビットがこれだから抜くんだったら正直リベンだよね。回してなんかリベン、いやイラオイ出そう。でこうして、まあ、こんなもんにしとっか。いや8ビットの紋章とかがねワンチャンなきにしもあらずんば常吉ではあるんだよな。ガレンがなんとか耐えてる。偉すぎる。いいよ、触手がダメージ吸った。おー、悪くない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 。何に組み込んでも強い。イラオイイベンどうしような。ケイト、んーでもケイト多分無理っていう話をしたよね。いや、使ってる人はいなそうなんだけど、ケイトリンを集められるほどのスケールが俺にはない。うわぁ、ビッグショットな。なんで触手移動しちゃうんだろうな、これ。ラウンドを、対人戦ラウンド終わると触手が変なとこ行っちゃうんだよな。おぉ、取り外し？ちょっと待って。いやぁ、IE 渡してー。IE 渡してよ、ケイトリンに。回します。ニーコ、ケイト、なんかルシアン重ねたいんだよな。おお、すっごい重なったわ。見て、すごい重なった。ガードブレイカーあり。ガードブレイカーはガードブレイカーはあり。ここだけ効かん、ここだけ効かないけど、ガードブレイカールシアンで、これでまあいいでしょう。ほら見て、相手、判定、いや、ガーディアン、ガーディアン、ガーディアンでシールド持ちがすごい多い。ほら、シールドにダメージ与えたら 25% 増加ですよ、ガードブレイカーがね。ほらね。で、伝染病もあり、イラオイのフロントも触手もあり、悪くない悪くない、すごく悪くないよ。そう、この形に後期は繋いでくれたんだ。俺は信じてたよ。別に欲しいもんもないな。当たるとしたら、ここ、ここ。わぁ。どこも、どこもだな。どうしよう。だるいのがクラウドダイバーぐらいか。光栄、ガーディアンをね、ガレンにちょっと入れてあげてほしくて、クラウドダイバーがセナに飛んでくれたら、超ありがたい。あ、でもここはどうだ？ハートスティールセンチネルグンルなんだ。いや、でも伝染病、誰に伝染病言ってる今。誰に、あー、でも今、あれだ、漏れてた。待って、やめてやめて、キアナやめて。なー。そうね、光栄入られるとね。危ない。光栄入られるとなー、きついよなー。イラオイ重ねる、イラオイ以外、なんか、でもイラオイが一番硬い気がしてるんだよな、俺。イラオイ、いや、イラオイのワンチャン、星2がある。イライラ？おいおい？いやー、ダメね。チャンピオン複製機だったらな、これが。アイテム変える術もなく、クラウドダイバー。ちょっと待ってね。アーリの触手をね。いいよ。右側は、あえて脆くする。あえて脆くする。で、左側の攻めを通しやすくする。これ、キングダムで学んだから、俺。そう、このね、多分、カタリナ・イブリンは、セナに突っ込むんだよ。落ちたとしてもね。そう、あえて右を薄くすることで、左側から突破していくけど、やばいやばいやばい、ダメージ足んない、ダメージ足んない、やばい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 、ああやばいやばい、ああ無理だよね、多分無理だよね、勝てないよね、その4年に対して可能性はないよねー。まあ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 、5位か。まあもう負けても動画にするからね、このシリーズは。ということで、今回後期の評価ですね。
うん、強さ4。まあまあ強いんじゃない、序盤のヘッドライナー界隈。集めやすさまあ3かな。後期結構ね人気っぽい感じがするんだ。なのでまあ集めやすさは3。つなぎやすさ、つなぎやすさはですね、これは5でいいかもしんない。正直構成的に迷わなかった、ケイトリンにアイテムつないでみたいな、でルシアンにも持たしてっていうのができるから、まあつなぎやすさとしては満点。まあただ俺のプレイングがちょっと良くなくてちょっと勝てなかったけど、まあそこはちょっとね、マイバットということで、後期、合計、12点。よく頑張れました。ありがとうございました。